ブランドフォードは、アイルランドの競争場、シュボバ。体質に優れず大レースには出走していないが、数々のハンデを乗り越えシュボバとして成功した。ブランドフォードは、アイルランドキルデア県にあった、イギリスの国立牧場で誕生した。ブランドフォードは生まれつき祖父、ジョン・オガウントから受け継いだ右前足の屈曲、両前足の長さが違うというハンデを持ち、 さらにたびたび生命の危機にさらされるアクシデントに見舞われた。0歳児には牧場の柵によじ登ろうとして大怪我をし、その傷が癒えて間もなく一時は獣医師がサジを投げるほど重度の肺炎を患い、1歳児には一掃した馬車場に全身を噛まれ、自力では接触もできないほどの重傷を負った。1歳児には怪我のため7月に予定していた。 ジュライセールへの上場が見送られ、12月になってディセンバーセールへ上場された。このセールで、ブランドフォードは調教師のリチャード・セシル・ドースンによって720ギニーで落札された。ドースン曰く、前足の欠点は気になったものの、全体的な馬格が気に入ったという。ブランドフォードは1921年6月8日に競争馬としてデビューした。デビュー戦を優勝し、 一週間後に2戦目となるレースに出走した。しかし戦闘で迎えたゴール前で膝の痛みを感じてバランスを崩し2着に敗れた。レース個人 A はブランドフォードを治療に専念させることにし、レースに復帰したのは翌1922年5月のことであった。復帰戦でブランドフォードは翌6月にアイリッシュダービーを優勝する。 スパイクアイランドを下し優勝した。レース後2ヶ月を置いて出走したプリンセス・オブ・ウェールズ・ステークスを優勝したが、レース50度の剣の炎症を発症していることが判明。1923年まで治療が続けられたが、復帰は困難と判断され、競争馬を引退することになった。ブランド・フォードにはクラシック登録がなかった上、 体質の問題から目立つ成績を残すことはなかったが、ドーソンはキャプテンカトルよりも強いと公言していたという。種ボバになったブランドフォードは1924年からアイルランドのクローラン牧場で強要された。性欲の弱さ、受体率の低さというハンデを抱えながらも、種ボバ成績は良好で、ダービーステークス場を4頭を排出し、イギリスで3回。 フランスで1回リーディングサイヤーになった。当初、種付け量は148ギニーであったが、産区の活躍を受けて1930年に300ギニー、1931年には400ギニーにまで上昇した。同村は、ブランドフォードの種付け量から毎年2万ポンドの収益を得ていたことから、100万長者の長教師と呼ばれることになった。なお、 全世紀のブランドフォードには4万ポンドの生命保険がかけられていた。ブランドフォードの産区は種ボバとして世界各国で大きな成功を収めた。日本へは戦前にプリメロ、アスフォード、スティーツマンが輸入され数多くの活躍場を排出した。なお、日本では1960年に中央競馬クラシック2巻を達成した小玉の血統が ブランドフォードの34のインブリードを含んでいたことから、ブランドフォードの34のインブリードが生産会で大流行したことがある。ありがとうございます。